ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。大変よ。魔理沙、どうしたんだい？洗濯するときにポケットから出すのを忘れてて、お札を濡らしちゃったの。やってしまったな。どうしよう。落ち着くんだぜ。お札を見せてごらん。うん、これなら丁寧に乾かせば大丈夫だよ。本当？ああ、それにもし破れてしまっていても、銀行に連絡すれば交換してもらえることが多いんだぜ。そうなのねー、よかったー。大事なお金のことなのに霊夢は知らなかったんだな。そうね、言われてみれば。濡らしちゃったのは初めてだから焦ったわ。それじゃあ今日は、言われてみたら知りたい雑学10選を紹介しようか。ぜひお願いするわ。では一つ目の雑学は、医者は自分の専門をどうやって決める？だ。専門って、内科とか外科とか？その通り。日本で医師になるには、まず医学部受験に合格しなければならないんだ。うん、そうよね。そして6年間医学部に通い、大学を卒業するだろ。それから医師国家試験に合格して、さらに卒後臨床研修を2年間行うんだぜ。お医者さんになるのってそんなに大変なのね。ああ、この時点で医師の卵たちは、実は全ての科目について学んでいるんだ。へえ、じゃあオールマイティな状態なのね。そうなんだ。だからどの診療科を選ぶのかは本人の自由なんだぜ。なるほどね。本人の興味や相性を検討するのはもちろんのこと。それぞれの診療科が持つリスクや、労働条件を参考にして、自分の診療科を選ぶんだ。内科だと感染症がうつりやすかったりするし、子供嫌いの人は小児科には向いてないものね。そういうことだぜ。あとは親が開業医だと親と同じ診療科目を選んで、後を継げるようにしておくことが多いらしいな。ええー、なるほど。ってことは、肛門科や泌尿器科も、お医者さんが自分で選んだ道ってことよね。もちろんそうだぜ。うん、やっぱりお医者さんってすごいのね。それじゃ二つ目の雑学に行こう。極道映画ではなぜ小指を詰める？だ。何かやらかしたお詫びにみたいなやつよね。ああ、そうだな。なんかああいう映画って、ちょっと何かあると、すぐに指をスパってやっちゃう印象だけど、実際のところはどうなのかしら？実際のヤクザも、結構スパッといっちゃうみたいだぜ。包丁でとか、のみでとかな。罪にはならないの？もちろん他人の指を切ったら傷害になるぜ。まあ、自分の指なら勝手にどうぞってことなんだろうな。自分の指を切り落とすなんて、すごい度胸よね。それで霊夢、なぜ左手の小指を詰めるんだと思う？言われてみたら、お詫びするだけなら菓子折りでも良さそうなのにね。実は小指というのは、人体の構造上、物を握る動作の時に重要な役割を担っているんだぜ。え、こんな端っこの小さい指が？そう思うなら試しに小指を外した4本指で棒を握って、その後人差し指を外した4本で棒を握ってみてごらん。どっちの方が力が入りやすい？棒を振ってみるとよりわかると思うぜ。指が1本もない場合は、すまなかったんだぜ。まあ、左手小指を詰めるということは、いざ戦わなければならない時に、刀やドスなどがうまく握れなくなるということなんだ。戦いを前提に生きてる人たちにとっては、かなりのハンデになるってことね。その通りだ。だからこそ指爪がお詫びの印になるってことだな。私たちは指がなくてよかったわね。その前に極道ではないんだぜ。それじゃあ次は3つ目の雑学だな。お茶と海苔はなぜ同じ店で売られている？だ。あ、確かに一緒に売られてるわよね。そうだろう？お茶は陸のもの、海苔は海のものなのにだ。お茶には海苔よりおせんべいの方が合うわね。おやつセットを売ってるわけじゃないんだぜ。これはまず、保存方法が同じというのが理由だ。霊夢、しけった海苔を食べたことがあるかい？あるけどしなしなで全然美味しくなかったわ。そうだよな、実はお茶の葉にも湿気は大敵なんだ。そうなの？ああ、どちらも香りが命で、しかも香りが移りやすい。保存方法が同じなら、両方とも扱った方が売り上げが倍になるだろう？そうね。それからお茶には新茶の時期というのがあるんだが。新茶、爽やかな香りで甘くて大好きよ。うん、つまり新茶が取れる4月から、だいたい10月くらいまでがお茶の季節なんだ。ええー。それから実は海苔にも新海苔というものがあって、海苔の旬は11月から3月頃なんだよ。なんていうか、ちょうどよくずれてるのね。そうなんだぜ。保管方法が同じで両方置くと1年中商売できるから、これがお茶と海苔が同じ店で売られている理由だな。当たり前だと思ってたけど、そんな理由だったのねー。それでは次の雑学に行こう。4つ目は、年末になるとなぜ大工コンサートが増える？だ。言われてみれば、なぜかあれを聞くと年末だなーって感じがするのよねー。うん、いわゆる大工っていうのは、ベートーベンの大工交響曲の合唱のことなんだが、年の瀬の風物詩としてすっかり定着してるよな。そうね、テレビでもよくやってるわよね。でも、どうして年末ばかりなの？ベートーベンが残した最後の交響曲だから、1年の最後に演奏する、という理由もあるらしいんだが、最大の理由は、
演奏家たちの持ち台を捻出するためなんだぜ。あ、すごい現実的な理由。そうなんだ。大工のコンサートをやろう、となると、数十人のオーケストラと、時には100人を超える合唱団が参加するんだよ。そんなにいるのね。ああ、そのメンバーが一丸となって、親戚や友人、知人にチケットを売りさばけば、コンサートは大入り満員になるだろう。聴く人も演奏する人もハッピーでウィンウィンね。そうとも言えるな。では5つ目の雑学は、ジグソーパズルのピースは全て形が違う？だぜ。パズルのピースってちょっと面白い形してるよな。カタカナの木みたいなやつよね。そう、ピースの凹凸がうまく噛み合って繋がるんだが、似ているピースでも、全く同じ形のものはないんだぜ。え、まさか、1000ピースもあるなら、一つくらい同じ形のピースがあるはずよ。いや、たとえ1万ピースのジグソーパズルでも、同じパズルの中に同じ形のものはないんだ。知らなかったわ。ジグソーというのは糸のこぎりのことで、もともとは木の板を、糸のこぎりで切って作られていたことからこの名前がついたんだ。手作業で作ってたのね。ああ、現在は型紙に印刷された絵や写真を、機械で切断するのが一般的なんだが、この時に縦と横の2回に分けて切るんだ。どういうこと？1000ピースの場合で言うと、まず横29枚の刃で切る、次は縦に49枚の刃で切る、すると 20×50 で1000ピースになるんだよ。それはわかるけど、どうして違う形になるの？刃型を変えるんだぜ。横に切断するときは同じ刃型のものを使ったとしても、縦に切断するときに違うパターンの刃型を使えば、すべてのピースは似て非なる形になるってわけだな。なるほどねー、いくら探しても見つからないはずだわ。今度からは組み立てる方に時間を使うんだぜ。それじゃあ6つ目の雑学に行こう。なぜ13が嫌われ、7が好かれる？だ。ああ、なんとなくラッキーセブンとか言うわよね。そうだろう？もともとは西洋から入ってきたものなんだが、今では日本でもこういう傾向があるよな。でもなんでなのかな？キリストが処刑された日が13日の金曜日であり、さらに裏切り者ユダがキリストの13番目の弟子だったからだと言われているぜ。そういえば、そういうタイトルの映画もあったわね。ああ、ホラー映画のヒットも拍車をかけたかもしれないな。でもそれだけで13は嫌われちゃったの？いや、実は13にはもっと古い歴史があるんだぜ。古代ギリシャでは12神法が基本だったんだ。さらにオリンポス山に住む神々が12人だったように、12が古代ギリシャ人にとっては、完全を表す数字だったんだよ。じゃあ、13ははみ出し物ってこと？そう、13は完全を破壊する数字として、忌み嫌われていたんだ。西洋の人にとっては、遺伝子レベルで嫌いな数字なのね。ああ、高層建築では13階を作らなかったり、13階に別の名前を付けたりもするくらいだ。日本では4階がそれに当たるわね。そうだな。それにトリスカイデカフォビアという、数字の13を怖がる症状を呼ぶ言葉まであるんだぜ。13嫌われすぎ。次に7が好かれる理由についてだが、これもキリスト教の影響があると言われているんだ。これもなのね。うん、キリスト教の創世記の中の一節で、神は6日間で地球上の一切のものを作り、7日目には休んだとあるんだ。意外にも普通の生活パターン。ああ、ここから1週間という単位が生まれたんだぜ。そうなんだ。そう、それで7という数字が、ラッキーナンバーとされるようになったわけだ。なるほどねー。それでは次の雑学に行こう。7つ目は、鳩が平和のシンボルになったのはなぜ？だ。平和を祈る式典で鳩を飛ばしたりするわよね。うん、平和の象徴としての鳩は正確には、オリーブを加えた鳩なんだけどな。オリーブオイルのオリーブ？うん、その葉っぱだぜ。どうしてなの？これはまた創世記の話になるんだが、ノアの箱舟のエピソードに由来しているんだ。ノアの箱舟？ノアの箱舟だぜ。解説しよう。人間の堕落した行いに起こった神は、大洪水を起こすことを決意した。うん？この時、正直者のノアという男とその一家だけには、洪水を逃れるための箱舟作りを許可するんだ。そして洪水が起きると、ノア一家はその箱舟に乗り、山の頂上にたどり着いて難を逃れたんだ。他の人たちはどうなったの？水の底だぜ。へぇ？そしてノアは地上の様子を確かめるために鳩を放つ。しかしまだ水が引いておらず、鳩はすぐに戻ってきた。うん？そこでノアは7日間待って、もう一度鳩を放ってみた。すると今度は、鳩はオリーブの若葉を加えて戻ってきたんだ。水が引いたってことね。ああ、このエピソードから、鳩は平和の象徴として扱われるようになったんだぜ。でも、日本にも浸透してるのはどうしてなの？それはピカソの功績だと言われているぜ。ピカソの？うん、1949年に開かれた国際平和会議のポスターに、ピカソは白い鳩の絵を描いたんだ。それが有名になって鳩は平和の使者という、イメージが、世界中に浸透したとされているんだ。それは意外だったわ。
あまり厄介者扱いしないで鳩に優しくしてやってくれ。ベランダに巣を作らない限りはね。さあ、それでは次の雑学だぜ。八つ目は、日本ではなぜ車は左側通行？だ。日本では？他の国は違うの？ああ、欧米のほとんどは、車は右側通行なんだぜ。左側通行なのは、イギリスとアイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、インドと南アフリカくらいだな。そうなのね。車より以前まだ馬車に乗っていた時代、イギリスでは御車が馬車の中央に乗っていて、右手で鞭を扱うことが多かったんだ。うん？だから振った時に鞭がぶつからないよう、左側通行になったと言われているんだぜ。なるほどねー、日本はその真似をしたってことかな？いや、日本の場合は違う理由なんだ。そもそも日本では江戸時代の前から、人も荷車なども道路の左側を通っていたんだ。どうしてなの？うん、ほら、武士は刀を左の腰に刺すだろう？そうね。すると右側に壁があったりすると刀が抜きにくいんだよ。確かに。それに右側を歩くと、自分の鞘と、向こうから来た武士の鞘がぶつかってしまうことがある。なんだか喧嘩になりそうな予感。ああ、実際に鞘当ては争いの原因になったらしいぜ。だから武士は道の左側を歩くようになったわけだ。なるほどねー。すると武士にぶつかってはいけないということで、荷車なども左側通行をするようになっていったんだぜ。自然な流れだったのね。そうだな。ちなみに最初は人も車も左側通行だったんだが、1950年頃から、交通安全のため歩行者は右側を歩く、と定められたらしいぞ。そうだったのね。ところで昔の武士には左利きの人はいなかったのかな？どうしてだい？だって左利きなら、右に刀を刺したくなるんじゃない？なるほどな、確かに左利きの武士はいたと思うぜ。けど、刀を振るときには、物を投げるときとは違って、どちらか片方の力が大きく影響するわけじゃないんだ。そうなの？ああ、刀を振るときは、利き腕だけで力任せに振り回しても切れないから、両手で方向性と力の強弱をコントロールしてるんだよ。ええー、じゃあ左利きの武士が左の腰に刀を刺しても、あまり問題はなかったのね。そういうことだな。それでは次に行こう。9つ目の雑学は、ご飯のことをなぜシャリと言う？だ。お寿司屋さんでご飯のことシャリって言うわよね。ああ、それ以外にも、白米だけのご飯のことを銀シャリって呼ぶこともあるぞ。へえ、でも言われてみたら、シャリって何かしら？実は仏教用語なんだぜ。仏教用語？うん、シャリというのは漢字でシャリと書いて、お釈迦様の骨のことなんだよ。わ、私はお釈迦様の骨を食べてるってこと？落ち着くんだぜ。仏教ではシャリつまり骨は土に変えると、巡り巡って稲や麦などの穀物になり、人々を助けてくれると説かれるんだ。ええー、つまり米はお釈迦様の化身であり、非常に尊いものと考えられてきたんだな。日本ではお米は主食だから、とても大切だものね。ああ、だからシャリと呼ぶようになったんだぜ。納得したわ。さて、それでは最後の雑学に行こう。10個目は力士の航空運賃は割増になる？だ。言われてみれば、普通の席じゃ収まりそうにないわね。結論から言ってしまうと、割増になる場合が多い。どういうことなの？力士でも、一つの座席に座れるなら、体重が何キロあろうと航空運賃は一人分でいいんだ。うん、けど、二人分の席を使用するなら、当然その分を払わなければならない。やっぱりそうよね。航空会社によって多少違うようだが、一人で二席利用なら 1.5 倍の運賃、三席利用するなら2倍の運賃を支払うことになるぜ。そうなのね。このシステムを使うのは何も力士だけじゃなくて、楽器などの大切な荷物を預けたくない人や、病人を担架に乗せたまま運ぶ時なども使われるらしいぜ。なるほどね。それから気になるのは、シートベルト問題よね。ああ、普通のベルトでは届かない気がするよな。どうしよう。離陸できない。いや、実はおかわりベルトというものがあるんだ。おかわりベルト？うん、延長用ベルトのことだな。それをつなげるとかなりの長さになるから、お腹の大きな力士でもシートベルトを締められるんだぜ。へえ、今日一番の兵が出たわ。安心しておやつを食べてくれ。ってことで今回は言われてみたら知りたい雑学を、10個紹介してみたぜ。本当に、言われてみたら、ってことばかりで面白かったわ。そういえば霊夢、濡れたお札は干したのかい？は。言われてみたら、忘れてたわね。そういうとこだぜ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。